今日のふるさと鹿児島は新年の幕開けにふさわしく鹿児島の未来を展望するシリーズ企画です。三田園智鹿児島県知事と一緒に先週の食に引き続き観光をテーマにお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、ね、観光ですし、はい、1月でしょ、着物できました。あ、素晴らしいお似合いです。紬ですか。大島紬なんですよね。伝統工芸品を少し PR しようと思ってですね。とてもお似合いです。ありがとうございます。さあ、観光ですけれども、はい、鹿児島にたくさんの方がいらっしゃってますね。本当にね、たくさんの方が来ていただいておりましてですね、これ一昨年なんですけれども、ご覧のようにですね、宿泊者数がなんと800万人を突破しましてね、外国の方がどんどん伸びていてですね、観光消費額が、ね、およそ2900億円なわけですよ、はい、本当にね、こういう流れ的にはね、たくさんの方が来ていただいているわけですよね、うん、また海外の方もね、いろいろとこう来てくれてるわけですけれども、その話題のスポットって何か浮かびます？そうですね、うん、昨年が明治維新150年だったので、うん、こう西郷どん西郷さんのテーマのところかななんて思いました。そうですよね、はい、ただね、こう鹿児島県にはですね、他にもたくさんの話題のスポットがあって、ここはですね、世界的にもね、本当にユニークな体験ができるところがあるんですよ。どこでしょうか、ね、はい、楽しみでしょ。気になります、ね、私ね、正月に、ね、行ってきたんですよ。どうぞご覧ください、はい。南九州市永町にある釜二神社です。釜の蓋を頭に乗せ、鳥居から賽銭箱まで落とさずに歩くことができると願いが叶うと言われています。この日は多くの人たちが初詣に訪れ、にぎわいました。どうだった？スラスラ行けました。このユニークな願掛けが注目を集め、全国から観光客が訪れます。地元の人に親しまれてきた神社ですが、今や年間15万人が訪れる観光地に生まれ変わりました。こちらは東シナ海の雄大な景色が広がる番所花自然公園です。公園内には鳴らすと願いが叶うと言われている幸せの鐘や、辰の落とし子の観光養殖場など観光スポットが整備されています。この番所花自然公園もかつては整備されていませんでしたが、今では年間およそ7万人が訪れる観光地に成長しました。こうした永町の観光プロジェクトを手掛けているのは NPO 法人永おこそ会です。永町の町おこしをするために2005年に設立、農家や公務員などさまざまな職種の人たちが集まり、現在45人の会員が活動しています。観光プロジェクトリーダーの加藤淳さんです。ここ昔は荒れ地だったんですよね、はい、海があるって気づかないような、本当に無双としたところなんですけども、最初に鐘を永おこそ会で僕らが建てまして、これを建ててからですね、はい、この公園もかなり賑わいが出てきて、その行政の方々が喜んでくれて、じゃあこの公園をしていこうということで、この広場を作っていただき、遊歩道ができ、歴ができということで進化してきていると。公園の整備だけではなく、茶畑ツアーや古民家の再生活動など、地域の魅力を生かした観光地づくりをしています。永町をいつまでも住みたいと思える魅力ある街とすることを目指しています。番所花自然公園内にある伊勢海老荘は、伊勢海老専門の料理宿。3代目の西村要さんは一度県外に就職しましたが、5年前地元に帰ってきました。僕もが帰ってきたいと思ったのも、やっぱりこう地元の人が頑張ってて、なんかすごい楽しそうだなっていうのを感じたので、僕も
いずれは帰ってきて、うん、ここで一緒に活動したいなっていうのが、うん、本当にお客さん増えてるし、うん、ここでまた商売できるなと、うん、自信がついて、ね、なんかこう、うん、活性化してますよね、はい、元気とか言いますかね、うん、こうみんながこう一生懸命やろうというですね、うん、そういうのがどんどん伝わってくるんですよね、うん、僕ら地域の人間からまず始めようという、うん、なんかそんなことから動いていったのを行政が応援してくれたことがまず大きかったのかなって。そうですね、うん、やっぱりあとなんだろう、考え方というか、うん、前すごく前向きに、うん、なんか前は何をやってもダメだっていう雰囲気やったのが、うん、もしかしたらできるかもみたいな、うん、そういう感じに僕らの世代でも変わってきて、うん、で人がまた人を呼ぶで移住者も増えてきて、うん、なんかすごく今前向きな考えになったなと思います、うん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 。さらに今、公園内に新しい観光スポットを作ろうと準備中です。こんな感じでこの公園に広場を作ってですね、うん、何か休憩したりとか飲食のブースなんかをですね作って今市にも提案してここですか、はい、置いてるところです。地域の魅力を生かした観光地作り、エイおこそ会の活動はまだまだ続きます。知事も、うん、はい、金蓋神社チャレンジされてましたね。しましたよ、はい、行ったことあります。あります。やりました。難しいですよね。あれ難しいですよね。あとね、あの景色見ました、美しいですね。美しい。あれ一回行ってくれればもっと分かりますけど、うん、溶岩の絨毯があるわけですよ、海の中にね。はい、で海の中をね散歩できるわけですよ。あんなところはねあんまないかもしれない。ぜひ皆さんに、実際に行っていただきたいですね。地元の人たちが本当に努力してですね、こういった観光スポットを作ってくれたんですよね、うん、すごい。若い皆さんもそうなんですよ、取り組みはすごいんですよね。はい、はい、いらっしゃいました。で海外の方々もねこういうとこ好きなんですよ。で SNS でね、こうどんどん発信してくれるとかね、うん、いう方の中 で、ね、こう話題のスポットをね今後ともどん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 作っていきたいんですよ。海外の方も見かけるようになりましたもんね。ですよ、たくさんね来てくれてるんでですね、その海外の方々がもっともっと喜んでくれるようなね、そういう取り組みもね我々も進めてるんでね、はい、次はそれをご覧ください。はい、鹿児島を訪れる外国人観光客が増えてきています。2017年の延べ宿泊者数はおよそ74万人、過去最高となりました。一番多いのは香港でございます。でその後台湾と、そして韓国、中国というふうになっております。過去には団体がメインだったんですけども、ここ数年で大きく個人型にシフトしておりまして、どの路線も個人のお客様が増えております。これまでの指宿、霧島、鹿児島の他にもですね、泉であったりとか、それから大隅半島だったりとか離島、こういったところにもですね個人のお客様は訪れております。最近個人で鹿児島を訪れた外国人観光客に人気なのが鹿児島魚市場ツアーです。鹿児島市内の地元ホテルが集まり企画しています。ちょっとした魚をさばいてたりとか、氷が出てきたりとか、いろんな日常の風景がお客様にとってはすごく非日常で、そこが喜びの一つになっているんじゃないかなと思います。鹿児島の食文化を体感できるこのツアー、去年は国内外からおよそ650人が参加しました。Yeah, and it was also very informative. So we've learned a lot because most, like some of the fishes you can find in Europe, but most of them are completely new to us. What's also very nice is that you have the volcano on the other side of the bay, which is really cool.やっぱりアジアの玄関口として鹿児島が今すごく注目されているんじゃないかと思います。美味しい食だったり、自然があったり、あったかい人がいて、いろんな鹿児島のポテンシャルを世界中の方たちがちょっとずつ注目していただいていると思いますので、これがより広がっていけばいいなと思います。鹿児島空港発着の国際定期路線の数は現在過去最高を記録。ソウルや香港など週38便を運航しています。さらに船で鹿児島を訪れる外国人観光客も増えてきています。鹿児島港の平成29年のクルーズ船の寄港数は108回、こちらも過去最高です。去年4月にはマリンポート鹿児島に鹿児島クルーズターミナルがオープン。
これまで船内で行っていた税関出入国管理検疫の手続きがスムーズになりました。手続きの時間が短くなり、より長い時間観光を楽しめます。受け入れ体制が整うことで、鹿児島の観光のさらなる発展が期待されます。個人のお客様が増えておりますので、個人向けの SNS の発信というのは非常に大事になります。ラグビーワールドカップとかオリンピックに添えてですね、そういったところの、戦略も立てなければいけないということで現実に動いております。うん、このように、ね、たくさんの方が、ね、はい、今来てもらっているので、ますます多くの方に、ね、ですです楽しんでもらえます、ね、あとマリンポートのところで船で来た方を、ね、高速船で指宿とか大隅地域とか、ね、本国とかですね、またこの高速船で行くとかね、さまざまなルートも作っていきますので、鹿児島を、ね、もっともっと、ね、楽しんでいただきたいと思うんですよ。もっともっと見てほしいところたくさんありますもん ね、 でほらこう海外の方に話しかけられて、あ、困ったなとかね、言葉に困る時はありません？ありますね。ありますよね。そういう時にね、鹿児島県はね、こういう取り組みを実は始めたんですよ。はい、そういう困った時にあなたに代わって通訳してくれます。はい、これは安心ですね。だからね、この番号にですね、電話してくれれば、で無料ですからね、はい、どんどん逆に活用してほしいんですよ。困った時にね、皆さん快適に過ごせますね。そうです。でもう一つはですね、はい、この昨年はね、セゴドンとかなんかで賑わいましたけども、はい、今年はですね、もっともっとね、いろんなことをやっていこうと思ってます。なんか旅行会社のタイアップもそうですし、 SNS の発信もそうですしね、あるこの駅をね、全部鹿児島の PR で埋め尽くすとかね、はい、これここに書いてるのはほんの一部ですからね、もっともっとたくさんのことをやってね、鹿児島をどんどん元気していきたいと思っていきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。今日のふるさと鹿児島は、三田園智鹿児島県知事と鹿児島の今後の観光の展望について伺ってまいりました。ありがとうございました。食と、ね、農業観光をもっともっと元気しますからね、はい、一緒に県民の皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。